クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様こんにちは私は沖縄に住んでいるオンライン会員の中んだかり泉と申しますどうぞよろしくお願いいたします今回は人生のターニングポイントというテーマでお話しさせていただきたいと思います2010年7月に 肺結核に感染していることが分かりました幸い発見が早く感染していたものの発症はしておらず周りへの感染の影響はないとのことで感謝でしたそれでもお仕事を休職することになりお薬を飲みながらの通院治療となりました さて、私たちの教会の群れでは、毎年11月にイスラエル派遣チームが出ています。私もその年のイスラエル派遣に参加することを神様から語られているように思いました。それで確認の一つとして、お医者さんからの許可を得られるようにと祈ったところ、 お医者さんの許可を得ることができてチームに参加できることになり感謝しましたそしてそのチーム派遣では3人の混成チームでの特別賛美の奉仕が導かれましたその時の私の状態は肺の病気のため歌うと 息苦しくなったりせき込んだりしました。とても人前で歌える状態ではなくお断りしようと思いましたが海外選挙では与えられた奉仕を全うしなくてはいけません。それで神様にどうしたらいいか祈って聞いたところ神様から賛美をする中で 肺を強め病気を癒すと語られましたそれから信仰が与えられてイスラエル派遣での特別賛美の奉仕に立ちましたイスラエルのエルサレムとガリラヤでの特別賛美とエイラートでの路上賛美では咳き込んだりすることもなく 体調も守られてとても祝福されましたさらにイスラエルチーム派遣から帰ってきた後は体力も与えられてきて翌年2011年1月には服薬治療は終了となり職場復帰もできました確かに神様が語られた通り 賛美をする中で肺の癒しが表されましたそしてそれだけではありませんでした2011年7月の全国ゴスペルグループコンテストで私が所属していたブレスというグループが初めて10位入賞を果たし翌年のゴスペルの ベスト版 CD に初めてブレスで参加させていただき神の言葉という曲をレコーディングしましたその後はコンテストでは毎年入賞をさせていただきブレスとしては最高順位の3位を2回いただきましたまた 東京での心ゴスペルをはじめいろんなライブに出演させていただいたりブレスのオリジナル CD を発売することもできて3秒通してたくさんの祝福と恵みに預かることができました肺結核が許される前は総額の報酬をしていたこともあり 人前でマイクを握って歌うということはほとんどありませんでした。それが賛美をする中で肺を強め病気を癒すという神様の言葉に従った時に肺結核の癒しとまた賛美の働きにおいては180度ガラッと変わるという大きな変化があり 人生のターニングポイントとなりました。今日は最後までお聴きくださりありがとうございました。それではまたクリスチャンの寄り道でお会いしましょう。さようなら。